はい、それではデンソーブライトペガサスの川村選手のインタビューを始めさせていただきます。よろしくお願いします。まずは、本日の太陽誘電戦振り返っていただいて感想をお願いします。何回か結構チャンスっていうのはあったと思うんですけど、やっぱ自分2打席目に、チャンスで回ってきた時にワンボールからちょっとまあボール球っぽいものを振ってしまって、なんか結構相手に流れはいってたのかなって思うので、やっぱりこうチャンスで打てる、打たないといけない時にやっぱりこっちに流れを持ってきたいなっていうふうに思った試合でした。はい、ありがとうございます。そして、今日はあの古巣太陽誘電との今年最後の試合でしたけれども、何か思うことありましたか？3回目なんでもう特にあんまり意識することはなく戦うことが、できて、やっぱ太陽誘電は、6連敗もしてて、やっぱり本当に勝つ気で来てたと思うので、その、勢いもあって、なんだろうな、ちょっと勢いに負けちゃったかなみたいな感じがしました。デンソーさんはまだプレーオフが残ってますので、まだまだ終わりではないと思うんですけども、やはり、リーグ戦最後のチームと、またちょっとそこの、モチベーションが負けたのかなっていうような感じでしたかね。大変失礼なこと言います。言葉のあやですね、すみません。はい、ということで、明日はまたもう一戦残しています。ここやっぱり横浜でのリーグ戦最後ということで、ぜひ意気込みをお願いいたします。プレーオフにこう勝っていけるように、山田さんも地元でこうリーグ戦は最後なので、山田さんのためにもしっかり勝ちたいと思います。いい言葉ですね、山田さんのためにもということが出ましたので、ぜひですね、ちょっともう一度山田さんに対しての、メッセージをお願いいたします。自分はバッティングをこう山田さんにずっと教えてもらって、今年結果を残すことができているので、やっぱり、バッティングだけじゃなくていろんな面で山田さんにはすごいお世話になっているので、やっぱりもう全員が山田さんのためにってなっているので、しっかり山田さんのために戦います。はい、ありがとうございます。それでは明日も頑張ってください。ありがとうございました。